いぶせますじ、いぶせますじ、いブセマスジ、1898年、明治31年2月15日から1993年、平成5年7月10日は、日本の小説家。本名は、いぶせみつることぶきに、いぶしますじ。広島県安名郡家もむら、現、福山市生まれ。筆名は、釣り好きだったことによる。 1898年広島県安名郡下も村、俗根に、父、伊ぶ瀬育田、母、宮の次男として生まれた。伊ぶ瀬家は、室町時代の1442年、各吉2年まで遡れる旧家で、中の死去の野護を持つ、代々の地主である。5歳の時に父を亡くし、特に祖父に可愛がられて育つ。1905年かも小学校入学。 1912年旧制広島県立福山中学校、現広島県立福山茂機関高等学校に進学した。同校の庭には池があり、2匹の三照魚が飼われていて、これが後に諸女作として発表され、世に知られることとなる三照魚に結びついた。作文は得意だったが成績はあまり振るわず、中学校3年生頃から画家を志し、 卒業すると3ヶ月間なら、京都を、写生旅行。その時泊まった宿の主人が、偶然、橋本関節の知り合いと聞き、スケッチを託して、橋本関節に入門を申し込んだが断られ、やむなく帰郷する。この後、同人誌に投稿などをしていた文学好きの兄から、たびたび勧められていたこともあり、伊ぶせは文学に転校することを決意。 早稲田大学文学部仏文学科に入学する。そこで、同じ学科の青木南八と親交を深める一方、分断で名を成していた岩野方明や谷崎聖治らのもとを積極的に訪ねるようになる。九百二十一年しかし三回生の時、いぶせは担当の教授と衝突しやむなく休学し、卑怯、母と兄の配慮により、中学時代の恩師を人捨てに仲介を受け、 三木軍、旧、因島市、現、小野道市因島三省庁鮮守るの土井委員に階へ、登留することとなった。約半年後に帰郷、復学の申請をするが、同教授が反対したため叶わず、やむなく中退となった。さらにこの年、無二の親友だった、青木南八が自殺するに及んで、伊ぶ瀬は、日本美術学校も中退してしまう。 1923年導入し、世紀に参加し、幽閉を発表。翌年、厚む香る社に入社するが、退社と再入社を繰り返した後、佐藤春夫に支持するようになる。1924年親友を頼って、山口県柳井市に滞在。後になって、当時おろという名前の柳井高等女学校の生徒への切ない恋を告白した書簡が見つかっている。 1927年、いびつなる図案を、不動調子に発表、初めて小説で原稿料を得たが、なかなか芽が出ず、文芸春秋の女性誌、婦人サロンに、同人誌仲間の中村正常、中村明子の父と組んで、ペソこと、湯ま吉というもがともぼを主人公にした、ナンセンス読み物を書き始める。同年10月、当園の娘、秋元節よ。 当時十五歳と結婚。1929年、梶本次郎のある掛け上の感情の影響を受けた、旧助のいる谷間を創作月刊誌に、遊兵を改作した、三章魚を文芸都市誌に屋根の上の左腕を文学に発表。1930年初の作品集、夜更けと梅の花を出版。この年は、小林秀らが出していた雑誌。 作品の導人となり、太宰治と初めて会ったりしている。1931年4月29日、伊ぶ瀬は、林文子と瀬戸内の因の島に渡り、三つのの道由ら二宅を訪れて、同家の後取り息子の展望を果たす。かつて、早稲田を休学して、遊門の日々を送った折に、当地で私宿先を提供してくれた、土井院の長男春次が、この年2月、 日本医大在学中に病没したためである。その島を離れる折に、戦場で、林文子の人情味あふれる感情の機微に触れた、ことが、後に、彼の有名なうぶりょ監修の役室、さよならだけが人生だを生み出す短所となる。1938年、ジョン万次郎漂流記で、第6回、直木賞受賞、文学開始の導入となる。 戦時中は陸軍に徴用され、海戦を知ったのは南シナ海上を航行する輸送船の中だった。その後日本軍が占領した湘南に駐在、現地で日本語新聞、湘南新聞の編集に携わった。この経験がその後の作品に大きな影響を与えている。昭和初年から山梨県を頻繁に訪問した。山梨では多くの地元文人と交流し、 趣味の川釣りなどを行っている。山梨を舞台にした作品も多い。1939年、太宰治と甲府市水門町、甲府市朝日に居住する地質学者、石原初太郎の娘である道子との結婚を仲介している。1944年7月には、甲府市幸運村、甲府市は戸町の岩月家に疎開する。 岩月家は送英書房の創業者である岩月秀夫の実家で岩月はイブセ門下で太宰治の著作などを刊行しているイブセは翌年1945年7月6日から7日の幸福州では被災しているイブセはその後広島県福山の聖火に再疎開しているが戦後も山梨県訪問は頻繁に行っており廃人の飯田ー太郎と交流した 1965年、新潮詩に黒い雨、連載当初は名の結婚を連載。この作品で1966年、昭和41年、野間文芸賞を受賞。同年に文化勲章受賞。1970年、私の履歴書、半世紀を日本経済新聞に連載。1982年、小木久保の頃を。 矢島又地の昔のうぎくの記憶がに触発されて執筆した、おぎく風土記を新潮社より発刊。1990年名誉都民。1993年6月24日、東京衛生病院に緊急入院。7月10日に肺炎のため95歳で死去。改名は、寺市官院文庫と武器被刑大孤事。イブセの死後、歌人の豊田清は、 いぶせの黒い雨が被爆者で豊田の知人である重松静馬の日記をほぼそのままの形で使ったものに過ぎないと主張した。豊田の主張について近代文学研究者の相馬昭一は読者に黒い雨がいかにも重松日記の盗作であるかのような印象を与えたと述べ豊田が重松日記の本文を改ざんし、 黒いいいい雨の本文に近づけるる、る。ととうをを行っててことを批判しているただし、豊田自身が、盗作という言葉を使ったことはない。なぜなら、重松が、黒い雨に、自身の日記を使用することを許諾していた以上、盗作と主張するのが無理であることは豊田もよく、買っていたからだ。豊田は、盗作だったのかは、全く、週刊金曜日が、 一方的につけた題名であると説明している。豊田の主張に依拠した作家の井瀬直樹、ピカレスクダザイオサムデン、小立2000が黒い雨の価値を全否定したことで、この問題は広く知られるようになった。だが、近年では、豊田の主張には数々の虚偽が含まれていることが広く知られている。また、重松静馬の日記は、重松日記、ちく書房 2001として刊行されているので、黒い雨が、茂松の日記をほぼそのままの形で使ったものに、過ぎないのかどうかは誰にでも確認できる。他、広島県名誉県民、福山市名誉市民など、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。